ワンダースクールを見ている皆さん、こんにちは。漫画家イラストレーターの山口静香です。この授業ではキャラクターのポーズについて勉強していきましょう。今回のテーマは手を差し伸べているポーズです。ポイントは手の当たりの取り方です。まず頭の位置を決めて上半身の当たりを取ります。縦に丸を3つ並べましょう。次に伸ばしている手の当たりを取ります。体の当たりより少し大きな丸を手を描きたい位置に描きます。次に肩の位置を決めます。手を前に出している方の肩が少し上がるので手前の肩は少し上に当たりを取ります。全身の時と同じように台形を2つ描いてくびれの位置を決めます。手を描く時は実際に自分の手を見ながら描くことが上達の近道です。手は正面から見ると丸にちょうど収まる形をしていますが、伸ばすことで手のひらの幅が少し小さくなり、指は長く見えるようになります。手の当たりの丸の中心に線を引き、さらにその半分ぐらいのところに線を引きます。この部分が人差し指から小指の4本の指が収まる部分になります。書きにくいときは紙を回転させてみましょう。手のひらの当たりの真ん中に台形を書きます。台形の横に親指がきます。台形から外へ伸ばすように指の当たりを書いていきましょう。一番長い中指は丸の端まで来るように伸ばして書きます。他の指もバランスを見ながら書いていきましょう。次に肩から腕にかけての当たりを取ります。肩から肘、肘から手首までの長さが同じになるように位置を決めましょう。これで当たりが完成です。当たりを参考にしながら手入れをしていきます。手を差し出している女の子が完成しました。手を大きく描くことでよりぐっと手を前に伸ばしている様子を描くことができます。動画を参考にしてぜひ挑戦してみてください。次の授業では後ろ姿を描いてみます。上手に描けたらぜひワンダースクールに投稿してください。皆さんの投稿待ってます。